青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様こんばんは。婚活料理カウンセラーの青木由美です。よろしくお願いします。女優の佐々木千秋です。さて青木さん、今回もですね、現在婚活中の方、今お付き合いされている彼との結婚を考えの方、夫婦関係をさらに良好なものにしたいとお考えの方などに向けて、理想の結婚生活に近づくためのワンポイントアドバイスを青木さんにお伺いしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、今回はですね、聞きようによってはちょっと哲学的な言葉かもしれませんが、無知の知というテーマについて、婚活のアドバイスという観点からお話しいただけるということなんですが、はい、無知の知、無知の知、聞いたことありますか？聞いたこと正直なかったです、うん、はい、まあ、本当言葉の通り、こう無知であることを、ね、知らない、ね、知ってた方がいいなというような、まあ、意味合いなんですけれども、はい、知ってるつもりで知らないことって結構ありますよね。ありますね。ね、はい、以前ね、通っていた生徒さんのお話なんですけれども、恋愛マニュアル本とかネット記事をたくさん読んでいてですね、だから婚活、結婚ができなかった、婚活うまくいかなかったという方がいらっしゃったんですね。例えばマニュアル本に相手を褒めましょうと書いてあるから、はい、一応お見合いの時にお相手に、はい、ね、スーツ素敵ですねって褒めるんですね、うん、はい、彼女もねその通りにやってたそうなんですけれども、相手を褒めるという本当の意味は、相手のいいところを探すためにいろいろな会話をして見つけたいいところを褒めましょうっていう意味合いなんですよ、うん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 、ただ表面的に褒めても、はい、効果ゼロではないんですけれども、はい、本来の効果が得られないんですね、うんうんうん、で自分が知らないって思って記事を読んだり本を読んだりしていると真剣に読んだり聞いたりしますので、もうすでに私知ってるよって思いながら読んだり聞いたりするのとでは、うん、得られる情報が変わってきてしまうということなんですね。あー、なるほど。ですので、ね、まあ、これは婚活だけに限らずだとは思いますけれども、うん、はい、まずまっさらな状態にして何でも吸収しようという気持ちで本を読んだりですとか、まあ、お勉強したりとか、はい、話を聞いたりっていうことが自分のためになるんですね。なるほどね。こうついつい知ったかぶりじゃないけど、勝手にそれくらいは知ってるかなっていう体で聞いちゃうと、そうですね、確かに意外と知らなかったっていうことポロポロ出てきたりしますね。そうですよね。いや、なんかこうすごく改めて気をつけようって思いました。日常の中でやってしまってるんじゃないかなって思ったので、すごい勉強になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今回の愛され召し上がれ、まずは今注目の婚活料理カウンセラー青木由美さんの略歴からご紹介をさせていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために、この番組をはじめ婚活料理教室、各種セミナー、取材、執筆など精力的に活動されていらっしゃいます。そして最近では情報番組やドラマ、映画などでアドバイザー、フードコーディネーターとしてもご活躍中です。紹介ありがとうございます。はい、そして私佐々木千秋は普段は女優として活動しており、青木さんにもフードコーディネーターとして ご協力をいただき、私が主演を務めさせていただきました映画ラストソングはという作品が公開準備中です。また こちらの市川うらら FM さんで放送中の PB アカデミーという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。また現在テレビ朝日系列で毎週木曜夜9時から放送中の米倉涼子さん主演のドクター X 外科医大門未知子に看護師役としてレギュラー出演させていただいております。今回もこんな2人で愛され召し上がれお届けしてまいりたいと思います。お願いします。それでは今回最初のコーナーは、ワンランクお得な食材の調理方法のコーナー。さて今回最初のコーナー、ワンランクお得な食材の調理方法ですが、こちらは普段のお料理で知らず知らずのうちにそれもったいないといった食材の調理法について、料理専門家の青木由美さんから改めてアドバイスをしていただくコーナーです。それでは早速今回のお得な食材調理法についてお話しいただけますでしょうか。わかりました。このコーナーでは
栄養のしっかりとれる食べ方、切り方、加熱の方法などをご紹介してまいります。今回は、DHA をたっぷりとれるお魚の食べ方です。あ、DHA 聞いたことありますよ。DHA、ドコサヘキサエン酸という、ものですけれども、青魚に多く含まれている不飽和脂肪酸なんですね。DHA はですね、脳内で、神経細胞を活性化させて、記憶力や学習能力を向上させると言われています。一般的にはね、こう DHA 取ると頭が良くなるなんていうふうに言われてたりしますね。聞いたことありますね。特に多く含まれているのが、サンマ、サバ、ブリ、マグロの脂身、キンキ、銀鮭などです。でこのね、DHA を無駄なく取るならば、何といってもお刺身がベストです。お刺身、焼き魚ですと2割、揚げ料理だと5割が減ってしまうんですね。あ、そうなんですか。脂が乗っているお魚には DHA もたっぷりと含まれていますが、冷たいお水の中で暮らすお魚の脂には、陸上の気温では固まらずにサラサラになるんです。そのため揚げる調理でも流出してしまいます。煮魚にするという場合には、薄味にして煮汁ごと食べるとロスを減らすことができるんですね。あ、なるほど。ちょっとそうか、薄味にしたら煮汁も一緒にいけるすべ、て食べることができます。あ、薄味、はい。ちなみにこの DHA が一番多く含まれているのが目の周りと言われてます。知らなかった。そして皮や骨にも多く含まれているんですね。なので、サバとかイワシの缶詰ありますよね。あれは骨ごと入っているものが多いですので、その骨ごとすべて食べた方がいいんです。で缶詰の汁にももちろん栄養成分が溶け出していますので、缶詰の汁も捨てずに活用しましょう。なるほど。缶詰だったらこうね、普段の生活の中で気軽に、そうですね、取れますもんね。パカッと開ければすぐ食べれますからね。確かに。ということで、 DHA をたっぷり取れるお魚の食べ方ポイント、1つ目、生で青魚を食べること。できれば脂が乗っているお魚を選びましょう。2つ目、缶詰を食べるときは汁ごと骨ごと食べることです。ぜひね、 DHA たくさん取ってね。そうですね、ちょっと記憶力上げるためにもちょっと食べていきたいなと思いました。そうですね、本当に缶詰活用できるって嬉しいなって思ったのと、私お刺身すごく好きなので、ちょっと青魚をこう中心として食べてみてもいいのかなって思いましたね。そうですね。あとね、これから受験控えてるなんていうね、お子さんをお持ちのお母さんなんかは缶詰ですとすぐ調理できますから。そうですね、便利だと思います。いやー、ちょっとね、改めてお魚の食べ方ちょっと工夫して食べていこうかなって思いましたね。はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。今晩からのお料理作りでぜひお試しください。そしてこのコーナー含め、この番組の模様は本日放送終了後約10日程度でリメイクラジオという名称の今お聞きのラジオを再編集したものを YouTube にアップいたしますので、ぜひチャンネル登録をしていただきまして、何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思います。以上、ワンランクお得な食材の調理方法のコーナーでした。料理の素朴な疑問のコーナー。さて、続いてのコーナーはみんな大好き、料理の素朴な疑問です。みんな大好きって、ね、結構大きく出ましたね。冷静にすいません。私の周りではですね、本当にこのコーナー先にご案内させていただいた YouTube のリメイクラジオでも結構再生して見てくれているらしいんですよ。それはありがたいですね。嬉しい限りです。そうなんです。で、この素朴な疑問、略してソボモンは、素朴問、はい、素朴な疑問、略したってことですね。あ、そうですよ。はい、綾瀬はるかさんの人気ドラマ義母と娘のブルース、略して義母ムス。なるほど。はい、佐藤健さんと上白石萌音ちゃんの人気ドラマ恋は続くよどこまでも略して恋つづ。
なるほど。その流れで料理の素朴な疑問、略して素朴問。なるほど、なるほど。なんか可愛らしい感じにまとまりましたね。素朴問って覚えていただけたらね、嬉しいなと思うんですけれども、ということで今回の素朴問は、まず肉を冷凍するです。青木先生、今回もよろしくお願いいたします。わかりました。これまでのね、あのお肉についてとか、こう疑問を振り返りたいななんていう方は、YouTube でサムネイルについてそれぞれタイトルが書いてありますので、見たいものをあの探していただければすぐチェックいただけます。はい。では、肉を冷凍するということで、本当に素朴な疑問になってしまうんですけれども、あの買ってきた容器のままお肉冷凍しても大丈夫なのかなっていう疑問です。なるほど、はい、あの買ってきたこうプラスチックのトレイのまま冷凍しても問題はないんですけれども、はい、ただトレイの中の空気が霜となってお肉についてしまって、あんまりね、こう長持ち、いい状態で長持ちすることができないので、酸化を防ぐという意味合いからもラップにくるみ直して冷凍するのをおすすめしてます。あ、やっぱそうなんですね、ちゃんとラップに包み直して冷凍するのがおすすめ。そうですね、空気に触れさせないっていうのがポイントになりますね。なるほど、じゃあしっかり密閉してやるということですね。例えばですよ、そのラップ以外で、はい、あの買ってきたトレイのままジップロックみたいな袋とかあるじゃないですか、あそこに真空状態を作るようなものに入れて保存するっていうのは、これはどうですか？そうですね、あの鶏肉、鶏もも肉とかで、こうパックパンパンになるまで入ってるような2枚入りとかで、ああいうので空気が全然入ってないものでしたら大丈夫ですけれども、ただあの薄切り肉とかひき肉とかで、もうパックの中に空気がある状態のものはちょっとおすすめできないので、ラップにくるみ直した方がいいと思いますね。なるほど。じゃあお肉のこの多さというか入ってる量によって、まあまあでもラップがやっぱおすすめですかね。空気がな、このパックの中にどのくらい入ってるかっていうものによるかなと。なるほど、ちゃんとやります。ありがとうございます。ちょっとでもね、楽できたらいいですもんね。そうなんです、ちょっとでも楽だったらいいなと思って聞いてみました、はい、続いて、冷凍したらもうずっと腐らない。なるほど、なるほど。冷凍したら絶対腐らないよっていう話をよくあの聞くんですけど、果たしてそれそうどうなんだろうって思ってたので聞いてみました。まあ、食材によっても多少の違いはあるんですけれども、基本的には目安として1ヶ月以内に食べきるというのが冷凍です。はい、で、これですね、あの冷凍焼けという状態になってしまうんですね。冷凍焼け、はい、どういうことですか？あの冷凍庫に入れていても、匂いももちろん吸着しますし、そして風も当たりますので、だんだん食材に含まれた水分が蒸発して、でお肉が乾燥してカピカピの状態になっちゃうんですよ。これを冷凍焼けと言います。あ、そういう風に言うんですね。そうするともう美味しくない状態になっちゃいますので、まあ、できればね、あの1ヶ月以内にパッと使って食べきるのがベストです。わかりました、はい、では続いて、肉を上手に冷凍するワンランクアップの技なんかもしあったら教えていただきたいんですけれども。なるほど、はい、そうですね、まあ、先ほどね、あのぴったりラップして冷凍しましょうというお話でしたけれども、あのさらにワンランクアップっていうことでしたら、使いやすくするっていうためにですね、あの小分けにして冷凍するのがよくって。小分け、だいたいですね、一人暮らしから二人暮らしぐらいの方ですと、まあ、1回に使うお肉の量って100グラムから150グラムぐらいになるんですね、ですので、あの100から150グラムずつに小分けをして、で、ラップに包んで空気を抜くと。でもしひき肉を冷凍するといった時には、あの薄く平らにしてですね、でお箸で筋目をつけておくと、そこでパキンって割れますので。わあ、すごい使いやすい、使う時に便利です。なるほど、そうなんですね、いやもう本当にラップに包むって、まあ本当にね、買ってきたままそのまま、あの量のままね、いつもラップにくるんでたんですけど、やっぱりこう一回一回で全部使い切れないんで、ちょっと面倒だなって感じてたことはあったんですよ、なのでこのひき肉、こう箸でね、あのちゃんと区切って
使ったら使いやすいっていうのは、これぜひ使っていただきたいですね、皆さんにもね。これかなり便利ですね。で薄くしておくことで解凍も早い時間で解凍できますので、はい、もう使いやすくなりますから。わかりました、やってみたいと思います。はい、あとはあの、まあ、早くムラなく凍るように、まあ、薄く、ね、平たくをするということなんですけど、あのムラをなくすためにこう薄く平らに味付けしておくと便利。あ、じゃあちょっとよく自分でも質問の意味がよく分かってないんですけど、よく言いますよね、あの薄くしましょうっていうのと、あとよく味付けしておくといいですよなんてよく書いてあったりします。はい、そうなんですよ、ね、あの確かに味付けしておくと、はい、使う時とっても便利なのでかなりおすすめなんですね、はい、もちろん先に味付けしてしまうと、まあ、例えばカレー味とかでね味付けておくと、あのカレー味で炒め物しようなんて言った時には便利ですけど、はい、なんか他のね、調理にしようなんて言った時に、あもう味ついちゃってるわなんていうこともありますが、時短していきたいなんていう方はもう買ってきて、はい、で小分けにして薄くしておいて、で、味もね、あのお酒入れたりですとか、はい、あのいろんなスパイス入れたりとか、はい、っていう形でジップロックに入れて空気を抜いて冷凍しておくと、解凍してそのまんまもう味が入ってますので、あと焼くだけという状態になるんですね。なるほど、そうなんですね。ですのでね、そういった形で、まあ、あの味付け肉を準備しておくといいですし、なるほど、あとまあとんかつ用のお肉とかで分厚いようなお肉、空いたものはですね、あのできれば1枚ずつ、使いやすい状態にした方がいいです。塊にしちゃうと解凍するの大変になっちゃいますからね、はい、そうですね、まあ、あとあの漬け込んだりとか味付けをしておくと便利だよっていう話もしていただいたと思うんですけども、はい、そう漬け込んだりとか炒めるとか下味をつけて冷凍するっていうのは、あのこの炒み方が早くなったりはしないですか？調味料入ってるから心配ってことですよね、はい、これはですね冷凍しておけば変わらないので大丈夫です。わかりました、すごい救われました。そういうことですね、ありがとうございます。さて今度はですね、解凍のそぼもんです。はい、解凍編ですね。はい、解凍編です。冷凍したら今度解凍しなきゃいけないですね。そうなんですよ、はい、で解凍なんですが、解凍はいつする、レンジでするのっていう素朴な疑問なんですよ、うんうん、はい、確かに、うん、もう今ねお家帰ってきてすぐ料理しようってなったら、はい、うん、凍ってるお肉さあどうするってなりますもんね。そうなんですよね、あの冷凍したお肉はできればゆっくり時間をかけて戻す方がいいんですね。そうすると水っぽくならずに、はい、あのドリップって言われる肉からの汁があんまり出なくて済みますし、はい、まあ、生のね元の状態に戻りやすくなるので、できれば電子レンジとかよりも前もって解凍するのがおすすめです。前もって、ほう、例えばどんな解凍方法がですね、はい、まあ、4つあるんですね。お、4つ、はい、で、まず冷蔵庫で解凍する方法、はい、そして自然解凍する方法、うん、お水で解凍する方法、レンジで解凍する方法という4つあります、はい、4つ、はい、一番いいのは冷蔵庫で解凍と、ゆっくり解凍していくんですね。へえ、そうなんだ、で、冷蔵庫で解凍しようという場合には、使う 3,4 時間ぐらいを 前に冷蔵庫に移して、はい、で冷蔵庫の中で徐々に徐々にゆっくりゆっくり解凍していきます。あ、そして次に、いやちょっと冷蔵庫間に合わないよという場合、うん、その場合には自然解凍という方法にします、はい、これは、まあ、使う1時間半から、まあ、1時間ぐらい前にですね、パックのまんま室内に置いて解凍していきます。あ、なるほど、ね、ゆっくりゆっくり解凍ですね、はい、そしてそれも間に合わないなという場合、はい、今度はねお水で解凍という方法があります、こちらは使うに30分ぐらい前ですかね、あの冷凍したお肉をビニール袋に入れて、お水が直接お肉にかからないようにして解凍していくという方法ですね。なるほど、ビニール袋ちゃんと入れなきゃダメなんですね。知らなかったです。そうです、あのラップのまんまくるんだまんまねお水入れちゃったりすると、はい、水吸っちゃったりしますので、そうですね、それでも間に合わない、もう今すぐ食べたいわという方はレンジで解凍します、はい、電子レンジの
あの解凍ボタン、はい、これで急速解凍という方法になりますね。なるほど、いろんな解凍方法あるんですね、まあ、ちょっとね時間がたくさんある方、そして時間がもう今すぐ作りたい方っていうのに合わせてこう解凍も選んでいくといいかなっていうところですよね。そうですね。はい、あと追加でちょっともう一つお聞きしたいんですけど、あの冷凍のまま鍋とかフライパンに入れるのはなぜダメなんだろうという。そうですね、はい、まあ、冷凍のままもう入れちゃえなんて思っちゃいますよね。そうなんです、どうせ熱を加えるんだからって思っちゃうんですけど。そうですね、はい、でもこれはですね、あの外側だけ焼けて、はい、中が生の状態になっちゃうんですよ。あ、そうなんですね、ですので、うんうんうん、これは一回解凍してから、はい、あのまあ、最低でもまあ多少まだちょっと凍ってるかな、でもこれぐらいだったらほぼ解凍できたよっていうぐらいまでは解凍してから使った方がいいですね、うん、あ、やっぱそうなんですね、ちょっとあの人手間を入れないと結局生のまま提供してしまうってことにもなってしまいますもんね。そうですね、完成したお料理ね、お肉生だったってちょっとがっかりしちゃいますしね、はい、そうですよね、確かに美味しいお肉を食べるために手間をかける、はい、これ大事なことですね。そうですね、いやすごいなんか冷凍と解凍奥深いですね。そうなんですよね、本当にあのもちろん調理をするのも奥が深いなって思いましたけど、やっぱ調理をする前段階でこういう準備が必要だよっていうのは、なかなかこう教えてもらえるものじゃないなって思っているので、なかなかこうした方がいいよとか、うん、みんなそれ結構我流とか自分流でやってらしたりするじゃないですか。なのですごく今回こう冷凍解凍の部分で自分ができてなかったこと、これ知らなかったことっていうのをたくさん教えていただけたので、今後ちゃんと活用していきたいなって思っています。冷凍ね、はい、そして解凍を上手に使うと、はい、やっぱりこう料理もっと楽にもなっていくと思いますので、ぜひね、あの今回のポイントも活用していただければと思います。はい、いや貴重な情報ありがとうございました。勉強になりました。以上、料理の素朴な疑問のコーナーでした。皆さん、なんともエンディングのお時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もお聞きいただきますとともに、繰り返しになりますが、スマホなどで愛され召し上がれ動画で検索をしていただき、ぜひ今回放送分のリメイクラジオ何回も再生してご覧ください。青木さん、今回はいかがでしたか。いや、お肉だいぶね、いろいろなパートがこうこの間からこう順番に来ましたけれども、やっとこう冷凍そして解凍という活用の仕方まで来ましたので、はい、もうね、お肉マスターと確かにということですね。そうですね、はい、そして私、青木由美の SN、インスタ、フェイスブックでもですね、こういったコーナー、さまざまなコーナーでピックアップさせていただいて、お料理の画像なんかもあの載せておりますので、ぜひ合わせてチェックいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてこの番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見お待ちいたしております。どうかこちらまでお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それではまた次回もぜひこの愛され召し上がれお聞きいただければ嬉しいです。今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。どうぞ皆様、愛され召し上がれ。皆さん、いかがでしたか。愛され召し上がれ、ぜひチャンネル登録お願いします。